ケーキの量もめちゃくちゃ多いですよね。でなんか作り出したら増えちゃう。なんかひらめに工夫することなんか思うんですよ。これ結構仕込んでおくの大変じゃないですか。大変。でも作っちゃう。でも作っちゃう。すごい。なんか同じものばっかり作ってるのが、お客さんも同じものばっかりじゃ飽きちゃうだろうし、作ってる方もなんか同じものばっかり作って飽きちゃう。へえ。毎日同じご飯とか作ってたら飽きちゃうじゃないですか。そうですね。なんかそんな感覚。おかしいかも。ちょっとおかしい。なんか退屈になっちゃう。同じことばかりやってたら退屈になっちゃう。すごい、作るのもすごく楽しんでやってる感じが素敵だと思います。はい、多いんですよ。ごたごたして物が多いんだけど統一感があってまとまってて、そうです、素敵です。販売してるじゃないですか。雑貨の作家さんとかが経営されてる。え、これで少ないんですか。少ないですね、今は。ちょうど入れ替え、一回も下げてもらって、今また新しいの持ってきてもらったなってるので、ちょっと少ない。このメニューを全部作るのすごいですね。ランチも毎日しかも変わっていると思う。毎日同じものを作るって飽きちゃわないのかなって。でも飽きる、食べる側は飽きるけど作る側はやっぱり楽なんじゃないかなって。楽ですね。それ楽だと思う。それ楽だと思う。思うとあれにしてすごいな。でもなんか本当週に何回も3日4日来てくださる方とか結構常連さんが多いので、そしたら毎日同じランチだったら絶対飽きてる、飽きるかもしれない。それもあって買いやすくなっちゃうんです。だからこそ常連さんが続くのかもしれないですね。今更なんか買うのも日替わりは